はい、ということで今週も始まりましたハイチのダラダラジオでございます。今週は息子のね習い事の待ち時間を使って撮っているので車の中です。ちょっとエアコンの音とかが入ってたらごめんなさい。でまたね今日も左側に同じく車で待ってらっしゃるお母様が今携帯をいじってねらっしゃいます。あの人何やってるんだろうと思われるかもしれませんが慣れました。ね、嘘慣れてないけど恥ずかしいけどまあね、そんな情報で撮っていきます。で今週のテーマはですね、オンとオフの切り替え方というテーマで喋っていきます。で今夏休みに入ってる方多いかと思います。で夏休みって結構ここの部分悩むと思うんですよ。オンとオフがうまくいかなくって、なんかオンになってるつもりがダラダラしちゃってる気がするとか、ずっとオフでなかなか勉強頑張れないとかね、その目標に立てたものに対して行動ができないみたいな、でこれはオンとオフって社会人の方とか、主婦の方とかもね割と悩まれるとこかもしれませんが、今までの人生経験の中で感じたことをちょっとシェアできたらなと思っております。でまず大前提としてね、私オンとオフの切り替え方今でも、ちょっと、うまくない方かもなーなんていうふうには思ってますけど、昔はねめちゃくちゃ下手くそだったんですよ。すっごい下手くそで、大学を卒業して最初に私営業マンをやってたんですよ。みんなのようにピンポーンって押してこう販売をねしてる仕事をしてたんですけど、その時お世話になった所長、その支社で一番偉い人ね、所長がいたんです。で所長は最年少で所長になったもう超トップセールスマンだったんですよ。ですっごいお世話になったし、俺が当時22歳で所長が29か30だったのかな、あの時ほんと若くて、で毎日怒られてたんですよ。本当にめちゃくちゃ怒られてて、でいつかぶん殴ってやるって思いながら働いてたんですけど、でも父親なんていう年じゃないけど第3の父親だと思ってるんですよ。本当にお世話になって、本当の父親が第1で、高校の時の恩師が第2の父親で所長が第3の父親だと思ってるんですけど、その時お世話になったんです。でその所長にねある時言われた言葉、これ前もダラダラジオで何回か喋ってるかもしれないんですが、私営業時代に最初ほんと売れなくって全然売れなかったんですよ。で営業マンって売り上げを上げなければ当然赤字社員なんですよ。給料は発生しますけど売り上げ上げてないんで赤字なんですよ、会社としては。もっと売れてる方が黒字を出してくれてるから持ってるけどもって話で、それをすごい言われてたから、もう休みの日、その会社が休みの日にも私現地回ってきますみたいな、ピンポン押してきますって売れてないんでっていうのをある時言った時に多分その働いてた期間で一番怒られた日がその日だったんですよね。お前なっつってだから売れねえんだよバカって言われたんですよね。で一字一句は覚えてないですけど、何が伝えたかったかっていうと、オンとオフがはっきりしてないと、つまりリラックスしなきゃいけないオフの時をしっかりオフにできないから中途半端なオンにしかなってねえんだよって言われたんです。だから休む時は休めみたいな。でしかもその時ね会社の運動会みたいな、レクレーションみたいな時があった日だったんですよ、休みの日に。でみんなの仲良くなろうみたいな感じでね、なのにそれを休んでいこうとしたから余計だったんですよね。でそう言われて、でその時は何言ってんだよって普段赤字社員って言ってるくせにみたいなね思ってたんですけど、でもちょっとずつちょっとずつその言葉を自分の中で解釈して分解して理解できるようになってた時にすごく腑に落ちたんです。でこの部分っていうのは普段学生がねみんなが勉強頑張ってる時にも結構大事なところで、やっぱり休む時は休まなきゃいけん、人間は24時間365日頑張り続けるなんてことはそもそもできないから、いやスーパーマンいるかもしれんけど俺の知り合いにはいないからさ基本的に。だからしっかり休まなきゃいけないんです。ただその所長に当時言われてたのはしっかり休むことが大事だと、だから、仕事してる時のパフォーマンスが上がるんだよっていう、ちょっと休むことの大事さが先に来てたんですけど、でもそれから学生とね接する塾講師に転職して今 YouTuber やってるじゃないですか。でその中で感じてたのはもしかしたらちょっと逆かもしれない、学生に関してはって思ってる。休むことがありきで頑張るっていう前にもう一個前のね、その前の段階があって、頑張るっていうオンのところの質を上げないとオフの質が上がらないと思ったんですよ。ある程度、オンで努力ができてる方、頑張れてる方っていうのはリラックスするオフが必要です。でそのオフは何のためにオフにするかっていうと、その後のオンのために頑張るんですよ。オンのためにオフを取るんです。その後のオンの、質とかパフォーマンスを上げるためにいいオフを取っていくっていう発想になるんですけど、そもそも最初のオン、つまり頑張んなきゃいけないところで頑張れてるっていうある程度の自己肯定感が生まれないと、オフに行っても落ち込むだけなんですよね。で頑張れてないのに休んでていいのかなっていう、そのなんだろう、ネガティブな方に引っ張られたオフになっちゃうから、うまく作用しないんですよ。なのでまずそっちがありきなのかなと。じゃあ実際どうやったらいいかっていうと、よく自分がね、寝る前にその日一日頑張れたことをちゃんと1個でいいから確認してから寝てねみたいな話をするんです。それは自分の自己肯定感を上げるためなんですよ。そう、なんか人って曖昧な言葉にやっぱり踊らされがちで、しかも曖昧な言葉って基本的にネガティブな方の曖昧な言葉に踊らされます。曖昧なポジティブってなかなか発生しないんですよ。つまりなんか自分ダメな気がするとか、なんとなく頑張れてないよなっていう、具体的なものは上がってないのに。そうで、それをやっぱり具体的に落とさなきゃいけなくって、でそのためにはその日一日振り返った時に、一日何も頑張れてないっていうことをがないはずなの。もちろんそういう日があるかもしれないけど、でも基本的にない。それをなくすためには、だから具体的な目標を立てなきゃいけないんだけど、目標をちゃんと今日これはやるぞってことを決めます。それを書いて目の前に見えるところに貼ります。でその中でそれを意識しながら一日行動して、ある程度それを頑張れました、それを夜確認、自分ならこれはやれたなって、頑張れたな、お疲れ私って言って眠りにつきますって、その一連の流れをすることによって、あ、自分って確かにダメなところもあるかもしれないけど、全部がダメじゃないよねって、頑張れてるところもある、前に進めてるところもあるって、そこの頑張れてるよねっていうオンを自分の中、オンとオフのオンの部分を自分で認めてあげることができたら、オフの質が上がると思ってるんです。だから普段、月曜のね動画とかでもよく言いますけど、その自分でね、寝る前に褒めろよとか、目標はちゃんと立てて紙に書いて見えるところに置けよって。人って目標なんてすぐ忘れるから、その大々的な目標以外は、夢とかは忘れんけどね、一日やんなきゃいけないことなんて3つ立てたら3つ中1つとか忘れちゃうからさ。だからなんとなく頑張れた気がするだとやっぱ弱いのよ。ちゃんと決めたことがやりきれたよねって、そういう風にしていくといい。で夏休み中は特に自分がよくね、こうやることは先にやるっていうのをキーワードでやっていくの。うち家族でもそうなんだけど、息子とかにもそうだし、俺もそうしてて、自分で決めたことを先にやる、それをやることで、後でね、例えば午後とかにグダグダしちゃったりとか中途半端になっても自己嫌悪になりにくい。やることやってっから先に、そうっていう風に回っていくの。自分の中でいい循環が生まれていく。そうするとオフの質が上がる。でオフの質が上がって、例えば普通にダラダラするだけでもいいし、どっか買い物に行くでもいいし、ゲームするでもいいし、 YouTube 見るでもいい。その時間がより楽しいものになるから、オンの質が担保されたからこそ楽しめるんだよ。すげえいいこと、いい風にね。で楽しめたから次も頑張ろうになる。この好循環が生まれる。だからまずは一番最初のオンのところの質を上げる。一回質を上げるんだよ。量を増やすんじゃない。勉強時間を増やすんじゃないの。限られた短い勉強時間でいいから、それを努力で、いいものにしていくっていうのをね、ぜひ意識してやってもらえたらと思います。ちらっと見られました、お母様にはい、ということで本日もねここまでお付き合いいただきありがとうございました。またね来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。それでは今週1週間がね、皆さんにとって良き1週間になることを心より願っております。また来週お会いしましょう。それじゃまたね、バイバイ。